さあ、エルアミワも登場、そしてジーマでした。さあ、ジーマ選手、これ紫さん、どういう選手ですか？柔術をベースとした柔術、はい、選手なんですよ。はい、対するアミン選手はですね、はい、リチャード、そうですね。さあ、この後もいわゆるあのジャーベというんですか、はい、あ、これもっと片腕で固めている、不思議な完成さが取れましたね、はい。まあ、柔術対、まあ、メキシコルチャリブレというのはちょっと面白い顔合わせですね。柔術にはない入り方、はい、今ね、ジーマ選手ちょっとやられちゃいました、ね。さあ、そして瀬田拓也選手が登場します。さあ、この方はあのナックルファイトというですね、はい、はい、リングのチャンピオンでございまして、ボクシングの、そうですね、元ボクサー。10月6日にですね、このナックルファイトの試合をまた控えているということで、今日はさあ、この打撃系のいわゆるこれ素手ではちょっと危ないということでグローブを着用しています。はい、ルールさあ、おっと、そしてジーマ吉田が寝かしてしまうと強いですね。あ、さあ、これはグランド対スタンド、そしてタカ登場。さあ、このタカも有岡選手ですね、はい、さあ、ジーマ吉田がなかなか引き下がらない。さあ、タカとのスイッチャー成立している。今レフェリーも見てないところで、ね、そうですね、かなり痛めつけてましたね。さあ、タカ対、セダタクヤ。さあ、この辺りもちょっと格闘系の試合になってまいりました。いや、さ、プロスって面白くて、いろんな選手、いろんなスタイルよね、はい、一つの試合に、はい、ね、ドイッチャーがいて、ボクシングがいて、寝技がいて、はい、さあ、キックの要素と、そしてボクシングの要素、さらにプロスの要素、さあ、アモンはなんとかこうルチャの色に染めたいところですが、そうもいかないですよ、これは。俺は格闘家ですからね、はい。なんて言ってるか分かんないんですけど、今アミゴって言ってましたね。さあ、そしてタカが膝十字、膝十字、これは痛い、これは痛い、これは背中当てるか、蜜の痛みだ、顔面が苦渋にきしめ、ノープレックであります。逃げられたから良かったです、ね、そうですね、これロープ、これリング中央の決まった。さあ、これはタカが挽回する。さあ、セダータケオのファイティングスピリットもなかなか、そしてオクトパスの中村チェンジ。コーナーに押し込めてタックルであります。戦闘5分経過、体重があるから溜まったもんじゃない、これは厳しいですね。エルアミゴアモンにスイッチであります。さあ、エルボストンプ、もう一回、さあ、アモンがヘッドロックです。これは巧みに何かレフリーのブラインドをついていた。さあ、ジーマ吉田が中を伺うが、これは入ってこない。さあ、そして強引にフォアの体勢、これアモンも腕を決めながらちょっと首も決めている複合技ですね。肩もつけているんですかね、はい、狙えるという。さあ、ちょっと高がフォーバトル、あと急勝地、これは狡猾になります。これは反則ですね。さあ、高大丈夫か。さあ、もうこの形で、しかしこれ高が、さあ、もう詰まったら網線入り、近距離から向かってきましたが、そして松崎にスイッチだ。さあ、松崎もと3人で手に蝶々発注、
もうコーナーにさ、さあどんどんと3人を打ちつけていきます。さあ6人たくなるのは目まぐるしいのき、チームは下エモ、そしてタカ、タカはさあ体ごと、そしてヘビー級の松崎君、おっとこれは若干の DDT 気味、カツオテが落としていった、決まったかどうか、あっとこれは決まらない。松崎さん一人で大活躍、大活躍ですね。さあジーマヨシタ登場、おっとここでまたも狡猾な手段に出てまいりました。アモアモアモは何を持っていくのか、ロープに飛んだ、ロープに飛んだ、もう一回、さあ低空のキックを太ももからお尻のあたりに打ち込んでまいりました。あれ最初だから割れそうに見えたけど、今チームワーク抜群、そうですね、早めてボディスラム、そしてエルボードラップ、これはどうだ、決まったか、しかしカット、いい、ね、さあそして青コーナーは瀬田拓也に推薦されます。瀬田拓也対ジーマンした至近距離から音パンチを打ち込んでいく、しかしキックで返す、キックから昇天ミドルキック、ミドルキック、もう一回ワン持ちして、もう一回、しかし音蹴り足を掴んでパンチを叩き込んでいきました。瀬田拓也鋭いパンチ、左フック、8分44秒、8分44秒、ノックアウト、ノックアウト、瀬田拓也選手の勝ちでございました。狙いすました、左のパンチ。そうですね。入りましたよ。危ないですね、島選手。完璧にノーガードのところ、左フック。まあ、プロレスラーの隙をついたというか、ガードしてないと。そうですね、これは危険な形で入りました。ただのシャワー8分44秒、 LRM はもう奥とパスが飛んだ、セナー高組の勝ちでございました。これまともに入ってから千葉選手にプレー、そうですね、試合が終わったことも分かってないんじゃないですか。はい、目が打ちそうですよ。ただのシャワー青コーナーの勝ちでございました。